勝ちでした。じゃあね、うん、そんなところで、ね、ここからは、うん、こんな企画をやってみたいと思います。はい。どっちが相手を理解してる？ハイパー理解度チェック。イエーイ。こちらはお互いのことをどれだけ理解しているかを測る企画で、それぞれに関する問題を5問ずつ出し合い、うん、正解数が多い方が相手を理解できているということで、これからいろんな場所で私はマリアのことを、なっちゃんのことを分かってるからと言っていい権利がもらえます。ハイパー理解度チェック、うん、ハイパーどこで言うんだろうね、これ。はい、じゃあ、語呂の良さでつけましたって。それの振りを言ってくれてた。そうちゃんと私はこの台本通りに進行しようと思ってね。全然台本無知してた。理解度チェックっていうところをちゃんとくれたのよ。語呂の良さでつけました。そうちょっとごめんなさい。ここ触れた方がいいのかと思ったのに。ごめん、全然見てなかったんですけど。じゃあ、はい、ホワイトボードを出して、うん、問題以上。うん、まい。問題がありがとう、ごめん。うん、うん、よいしょ。モニターに出ますので。出るの？じゃあ、うん、第1問じゃん。はい。お、あ、村上夏実の誕生日と血液型は？いや、これな、これな、お互いにな。難しいよな、これな。誕生日か。いや、私確か誕生日近かった気がするんですよね。ね、なんかそんな会話をした気がする。昔に。どうだっけ。これ私は普通に書いてるのね。答えとして、でも前だったかな、後だったかな。血液型ね。このお便りとかね、とか血液型は何型？何型かな。A型かな。B型かな。O型かな。AB型。AB型かな。わかった。嘘。わかんない。わかんない。何か。わかんないから、勘で、ちょっとガタが書けない。あ、コメント消されちゃうんだ。え？そりゃそうっすよ。そうじゃん。はい。答えが出ちゃうからか。書けたよ。この前覚えたばっかりになっちゃう。では、はい、同時に。先に。じゃあ先に出させていただきましょう。マリアの答えをどうぞ。じゃじゃん。9月14日、大型。なるほど。じゃあ、私の正解を。はい。じゃん。ね。9月7日、A 型。全然違うじゃん。でも9月。9月だとは思った。うん。ね。うん。そこはね、お互いね。そう。ショック。1週間か、なんかね、そうだよね。惜しいってよ、でも。本当？7の倍数ではあったって。そうなの、7の倍数だと思ったの。へぇ。で、14か、7か。迷ったんだ。迷ったんだけど、14にしちゃったんだよね。誤差だよ、誤差。誤差か。大型ももうめっちゃ言われるから、当たりみたいなもん。当たってないんだよ。残念。残念。そっか、ちゃんとこれを機に覚えたいと思います。うん、ぜひ。14じゃない。来月ぐらいにもう一回聞くわ、マリア。9月の7日。うん。何型？A。OK。間違いないでしょ。では、はい。A っぽくないよな。そうかな。第2問。あ、うん。お、あ、なるほど。差し出クイズの1問目でございます。そういう感じ。では、どうぞ。はい、マリアの誕生日と血液型は？どうかな？ここまではわかるんだな。まあね、ここまではわかるだろうから。
でもさっきのがヒントなんだよな。マリア。コメントがわかんねえって言ってる人がちょいちょい。嘘かんねえ。みんなわかんないの？コメントが結構わかんない。いやでもこの人に。あ、待って。はっ、待って待って、来るぞ、降りてくるぞ。え、来る？降りてくるぞ。嘘。あ、来たぞ。能力者。霊能力。降りてきた。降りた。え、でも多分私の誕生日にはきっとね、誰かしら思い出がある人いると思うんだ。来た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 。私のお知り合いの中には、はい、うん、行けた？行けた。じゃあ私から、うん、9月21日大型。え、違うの？あ、正解は9月20日の AB 型です。でしょう。ゲームショーの、そう、ゲームショーの1日前だ。1日前か、誕生日の次の日だからって言ってたのか、うん、それが出てきたんだわ。ね、あ、でも誕生日の日もあった。昔の記憶が急に9月20日の時に。惜しいね、AB 型？そうそう、AB 型。そうなんだ。私 AB 型よ。へぇ、ぽくないね。え、嘘、ぽくない？うん、結構私ぽいねって言われることあったんだけど。全然。ほんと？よかった。B 要素ないね。嘘。B 要素の方があると思うよ。へえ、うん。AB っぽい。はい。AB なんです。続いて、うん、村上夏実クイズ第2問。はい。村上夏実の思う差し出マリアの好きな宝。困ったな。これ困ったな。間違えると恥ずかしいやつですよ。マジで恥ずかしい。どうしようかな。じゃあ、よし。これにしましょう。どうしようかな。考えてなかった。そう、考えてなかったの。考えて考えて、今考えて。出ない。どうするの？私のどこが好きなの？いやでもこれ当てられそう。私のどこが好きなの？正直に言っちゃいないよ。カップルなの？はい。じゃあまずは先に私が出させていただきます。うん、あ、いいのか。じゃあ出すよ。じゃん。声。やっぱね、声をね、特徴的ですから、やっぱりここはね、ポイントじゃないかなって。それはなんか当然すぎたって感じ。嘘。違うの？うん、なあちゃん、じゃあ正解を教えて。正解は、うん、癒される。あれ、なんか違うかな。癒されるところ。癒されるところ。癒し系なところ。癒し系なところ、うん、なるほど。正解。残念。え、声に癒されないんですか？声に癒されるけど、声とかじゃなく、この全体的に。全体が？そう。嬉しいけど、そっか。残念だな。そう。でも声ももちろん。ねえ。声かと思ったのに。か確かに、でも声って言われたらめっちゃ嬉しいね。ね、嬉しいよね。何回褒められても。嬉しい。これは嬉しい。本当ですか？うん。お、続いて。じゃあ、差し出のクイズ第2問目。はい。差し出マリアの思う村上夏実の好きなところ。はいはいはい。なるほど。これもなんかな。はずいね、これ。やっぱりここかな。いや、いつもでも結構言ってるから。そう、なんか多分これだと思うんだよね。わかるんじゃないかな。はい、はい、私から。はい、じゃあ、マリアが思う私の好きなところ。うん、笑顔が素敵。じゃじゃん、笑顔。イエーイ。正解、おめでとう。いや、これはマジで自信あったね。いや、言ってるもん、私も結構。やっぱ笑顔よ。これしか言われない。なっちゃん、あなたはいつだって素敵よ。いつも素敵な中での一番の素敵よ。本当？うん、これ以外には。やっぱりね、いつでも相談に乗ってくれるところとかね。あ、嬉しい、うん、友達思いなんだよね、なっちゃんって。ありがとう。そう、そういうところがね、素敵なんだけど、やっぱ一番ね、どれを選ぶかっていうか、どれを一番私が推してるポイントかというと笑顔ですね。
うん、ありがとうございます。なっちゃんの笑顔はねやっぱね幸せになるよね見ててなんかこう純粋無垢っていうかなんていうの素直な笑顔っていう感じがしてねそうかな、ありがとう。いい、うん、いや本当ね、なんかそんなにね褒められると思ってなかったよ、あの笑顔。笑顔いいわよ。本当ここ数年すごい言われるんだよね何があったんだろうね。みんな笑顔、もうなっちゃんの笑顔に救われてるのよ、心洗われてるのよ。はい、うん、続いて。